銀ンザサラササラとは、竹や細い木などを束ねて作成される道具の一つである。洗浄器具として用いられるほか、楽器や日本の伝統的な大衆舞踊の際の、送信具の一部としても用いられる。また、これを伴奏楽器として用いる音力や舞踊を、ササラと称することも多い。ササラは、たわしと同様に食器類の洗浄に用いる器具である。 束になった竹の半分程度を持ち手として、半分程度を洗浄面に押し付けて使用する。比較的長くて硬いため、鍋を傷つけずにこびりついたり焦げついた汚れを落とす、時に重宝する。21世紀初頭の現在では、亀の小わしや金属製のたわしが普及したため一般家庭で使用されていることは少ないが、中華料理店等で中華鍋等を洗浄する際に、 用いられる場合もある。新品は竹の粘りがあり、使用者が腕力を使ってもしならないことから使いづらい面もある。しかし、徐々に使い古されることにより、繊維が細かくなることで柔らかくなり、比較的腕力を要しないで使用することが可能となる。ただし、あまりにも竹の繊維が弱くなると、鍋等を洗う用途から外れる場合が多い。この状態を腰がなくなるや、 へたるなどと表現する。八坂神社所蔵、落中落外図に見える屋外での説教説、土佐林の手になるものと言われる。大傘をかざし、むしろの上で棒ささらを吸って説教語りをしている。被尺で投げ銭を集めている人物、顔を覆って泣いている聴衆の姿なども確認できる。ささらとは、茶線を長くしたような形状をしており、竹の先を細かく割って作り、 ささら子という刻みをつけた細い棒で擦るとさらさらと音のする道具である。この音は歴史的にはささらと把握され、秋の稲穂がすれ合う擬音を意味してきた。楽器のささらはこの擬音を表現する道具という意味に由来する名であり、漢字ではしばしば瓶座皿という表記がなされる。古代末から鎌倉時代にかけて大流行した伝楽でもささらが用いられ、 現在でも各地に伝承された民族芸能には、瓶ささらを使う踊り系の田楽と、スリささらを使う田林系の田楽とに分かれる。中世にあって各地で語られた説教説においても演者はこれを伴奏として活用した。説教説は当時野外芸能として、主として、下級宗教者によって担われ、彼らは記者を求めて死の立つ。 陰心の場所や大事者を語り歩いたため、説教語りをする芸能者は、笹サ古事記とも呼ばれた。近世に入り、人形操りと提携して、劇場芸能化した後も笹サ,サは用いられたが、やがて三味線が主たる伴奏楽器となり、現在伝わる説教説では、笹サ,サはあまり使用されていない。田楽を含む神楽系の芸能では、現在も笹サ,サが使用される例が多い。 ささらを使った舞を、ささら舞、踊りを、ささら踊りという。すべて五国法上の意味があり、地方によっては、魔よけの意味を持つこともある。小切子ささら、瓶笹さら舞を奉納するのは、浅草神社霊大祭、三者祭り。5月14日の大名行列の後に、浅草神社拝殿と神楽殿で行われる。五国法上を祈願して、三者様に奉納する、奉納舞で、 ビンザサラマイは、ビンザサラ八カ、町と呼ばれる八つの町で守られて、それ以外の人は、舞うことができない。昔、田植えの時に百姓たちが豊作を願い、笛や太鼓を鳴らして歌い踊る田楽が、各地にあったが、ビンザサラマイは、浅草の地に根付いた、タラガマイとして、室町時代頃から受け継がれてきた。ビンザサラとは、多くの田楽に用いられた楽器の名前で、 チベットが発祥の地だと言われていて、浅草のは五箇山と違って金色の色である。派手な動きではなく静かにゆっくり舞う。お祭りの騒がしさの中、太鼓と笛の音が響き神秘的な世界に包まれる。かつて先祖国と呼ばれていた千争一帯の豊かな田んぼの風景がビンザサラマイによって年に一度蘇る。ササラ機動車北海道の路面電車では、 積雪時に平用軌道での除雪を行う際に竹製の回転式ブラシを取り付けた除雪車両を運行する。この車両はささラ電車と呼ばれる。木造建築の階段で側下にささラ状の書き込みを設けるという記載をささラを書き込むと誤認したものが要因として考えられる。ありがとうございます。